シャネル2.55シャネル2.55は、シャネル社によって製造される、革製の高級ハンドバッグ、または財布である。1920年代頃、ここシャネルは荷物を運ぶたびに、自分の手を占領するハンドバッグにうんざりし、そこから手を自由にできるハンドバッグをデザインすることにした。軍人が肩から下げていたストラップに着装した彼女は、それを細い肩掛けのストラップとして、 デザインに落とし込み、1929年に売り出し始めた。第二次体制を挟み、1954年のシャネルのファッション業界への劇的なカムバックの後には、すぐさまこのバッグも時代に即したものに作り直された。この時に再度デザインされたのが1955年の2月であり、それがこの呼び名の由来となった、このバッグには伝説と呼べるようないくつかのストーリーがある。 その登場以来、オリジナルのデザインに着想したバリエーションが制作されている。それは、異なる色の革や生地を組み合わせたものだったり、正面のロックがオリジナルのマドモアゼルロックではなく、シャネルの象徴的な CC マークをモチーフとしたものであったりと様々である。2005年2月にはオリジナルの創作50周年を記念して、 最初の2.55の正確なコピーが発表された。このモデルにのみ用いられたリーシュー2.55という呼び名は、しかし現在ではオリジナルの2.55に似たディテールのすべてのハンドバッグを指す名前として一般的に使用されている。1955年の2.55の発表以来、その販売価格は上昇を続けている。ある調査では、 1955年から1990年までの間の値上げは確かに物価上昇インフレによって説明されるが、しかし1990年以降、特に2010年代は急激な値上げがなされたという。具体的には、2010年の2850ドルから2016年時点で約5000ドルまで販売価格が上昇したという。ABCDEF、ピデルセン。 ページ68、ウォールック、ページ158、f a s h i o n o f f i c、e. o r g ハット m o s ありがとうございます。